花王製品一覧。花王製品一覧は、花王のブランドで現在製造している。または、過去に製造された商品を列挙した一覧である。インは、ニベア花王の商品。ビオレ、84、84、花王石鹸の製造終了品は、それぞれの詳細記事を参照。また、ニベアの製造終了品は、スペースの関係上一部割愛している。 のオーラルキャ製品は1977年から、カオに、社名変更する1985年頃まで、米国コルゲートパルモリブ社との合弁企業だった、カオコルゲートオーラルプロダクツから発売。バブの製造終了品は詳細ページを参照。アンドアンドは、カオの月のシンボルマークを表記していない。セグレタとアジエンスについては発売当初は、 顔の月のシンボルマークを表記していなかったが、2010年以降、月のシンボルマークが表記されるようになった。セグレタ、アジエンス、エッセンシャル、メリット、ディーゼ、ブローネの販売終了品は、各詳細記事を参考のこと。他、エッセンシャル、ブラッシングケアも当初は、顔フェザーの名を冠して発売された。メンズビオレは、ビオレを、サクセスは、 サクセスをリーゼ方面はリーゼをそれぞれ参照。2015年9月にニベア方面からニベア面に改名するブランドリニューアルを行いリバイタライジングシリーズから改名リニューアルされたアクティブエイジシリーズ除く全製品のパッケージをリニューアル。UV プロテクターも遅れて2016年2月に改名パッケージリニューアルした。なお、 カネボー化粧品やモルトンブラウンは花王のグループ会社の製品である。ハミング、ワイドハイターの製造終了品は詳細記事を参照。ファミリー、ハイター、工述する浴室用カビ取り剤以外の製品。マジックリン、マイペット、クイックルの製造終了品は各詳細記事を参照。メディーズの製造終了品は詳細記事を参照。 ここでは、すでに撤退した部門の商品の一覧を紹介する。王の海面制御技術を生かした情報機器群である。本カテゴリでは、通常の月のマークは、初期の5インチフロッピーディスクで使われた程度であった。その後、王の文字のない月のマークが、カオロゴの右につくようになったが、これもやがて消滅。後に、パッケージ裏面または、側面の、 顔株式会社の右に小さく月のマークが付くようになったが、最終的には本カテゴリでは月のマークは使われなくなった。また、本カテゴリの製品専用に電話によるサポート窓口、顔コンタクトダイヤル、ただし一般回線、現在は閉鎖が設置されていた。同電話番号では顔の情報機器に関する意見、質問のほか、 フロッピーディスク一般に関する問い合わせも受け付けていた。ただし解説時間は平日の9時17時までで土日祝は休みであった。星印はスイスに本拠地を置くノバルティスの一般用医薬品部門であるノバルティスコンシューマーヘルスケア社との合弁会社として設立していたノバルティスカオーの製品。2001年から販売を行っていたが2002年3月で 法人を解散することとなり、製造、販売を終了した。アタック、ニュービーズ、バブのギフト製品は、各詳細記事を参照のこと。業務用製品はグループ会社の、カオプロフェッショナルサービス株式会社が販売している。また、従来、商品名に日本語表記の、カオを表記していた製品は、新 CI 導入に、伴い、英字表記の、カオに変更、または、 顔の表記をなくしている。一部の製品には、カオプロシリーズ、QCEI では、顔プロシリーズと表示されているが、2014年8月に発売された、業務用トイレクイックルから、顔プロフェッショナルにシリーズが改められており、既存製品も順次、顔プロフェッショナルに切り替わっている。また、2016年からは、 洗剤や漂白剤の一部製品において、ブランドロゴを中央に小さく配置し、品目名を上部に大きく表示した共通パッケージに移行されていたが、2017年秋からは、ブランドロゴが大きくなり、品目名は、ブランドロゴの真下に表記している、業務用の下に移動するパッケージ変更が行われた。なお、製品名の前には、便宜上、以下の記号を記す。 本校に示す製品は家庭用洗濯機にも使用可能。本校に示す材はすべてクリーニング、工業洗濯専用。一部製品はヘアサロン、顔オー,オールクレールサロン店頭で購入も可能。プリビナ、アドバンス、ラビューティは2017年2月をもって販売を終了。なお、ラビューティはホテル向けアメニティのブランドとして復活することとなる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。